While some Japanese developers have struggled to have their voices heard in recent years, one developer who's never had a hard time generating headlines is Keiji Inafune. The outspoken creator of Mega Man has spent years trying to knock down the barriers between Japanese developers and Western markets. After moving on from Capcom, Inafune recently started his own development studio called Concept. そうですね、まあ、大きな、ね、ゲームパブリッシャーでずっとゲーム作ってきたんで、どんどんやっぱり開発人員がこう増大してきて、一つのチーム自体がすごく大きくなってっていう中で、やっぱり日本のゲーム市場とか日本のゲームが世界に通用する通用しないとかいうのもすごくこう悩み事としてあった中で、もっとやっぱり小さな範囲でたくさん の自分たちの仲間だけじゃない仲間と組んで仕事していける環境を作っていったら、もっといいゲームが作れるんじゃないかなっていう、まあ、特にカプコン後期に海外のディベロッパーと一緒に仕事することが多かったんで、海外ディベロッパーとも組みやすい形の会社っていうのを設立できないかっていうことでコンセプトが立ち上がった。So, Concept does have an office in Tokyo, but the main headquarters are in Osaka. As somebody who's lived and worked in Osaka for many, many years, how would you describe what that city is like compared to Tokyo? Because I know for a lot of Westerners, they don't really know a whole lot about Osaka. How would you describe it to somebody?そうね、まあ日本では一般的にはね、大阪っていうのは第二の都市っていうことで、やっぱり東京っていうのを中心でありつつ、やっぱり大阪にもそのサブ機能としていろんなものがあるっていうような街なんだけど、ゲーム業界にとってもやっぱ大阪って重要で、まあ、カプコンであったりとか、まあ、関西っていうところであれば任天堂っていうものがやっぱりこうあって、でゲーム業界でもやっぱり西側にやっぱりあったりとかもするんだけど、でもゲームにおいてはやっぱり東京で全て済ませようと思ったら済むと思うんだよね。要は人材もそこに豊富だし、やっぱりいろんなメディアもそこにいるしっていうことで、でもそこにいることによってやっぱりこうとどまってしまうっていうか、自分たちだけでそこで住んでしまうっていうことがあるんで、大阪の街でゲーム作るとか京都でゲーム作るっていうのはやっぱり世界に発信しやすいって僕は思ってるんですね。やっぱり大阪ってそこで完結しないんで、やっぱり東京に行かないと仕事ができないことも多々ある。そうなると大阪から東京っていうのにはやっぱ簡単にこう行かなきゃいけない。それと延長線上にサンフランシスコもあるし、ロンドンもあるし、ね、北京もあるしっていうことで、いろんな国にこう足を運ぶっていうことがすごくしやすい環境にいるんじゃないかな。もし東京にいれば、やっぱりその中で済ませてしまうっていう気持ちになってしまうのかな。だから世界発信っていう意味合いでは東京よりも大阪の方がすごくやりやすい環境にあると僕は思ってます。